皆さんこんにちは、堀川みくむチャンネルです。今日はですね、アクスミキアプロに、パッティングのレッスンしていただきたいと思います、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さっきまで晴れてたんだけどね、急に、雨と風が強くなってきまして、もう開幕の闘犬らしくなってきましたよ、はい、風強くて。すいません、なのにあの練習ラウンドの時間をね割いていただいて撮影させていただきます。いえいえ、ありがとうございます。よろしくお願いします。木下涼介さんもね、昨日俺回ってて喋ってたんだけど、はいはい、ミキアはなーってパッティングうまいよなーっていう話してて、嬉しい、はい。パッティングで何重要にしてんの？重要度ランキングにしたときに一番大事なこと2番3番。僕はですよ、アドレス。アドレス一番？アドレスの何が大事かって言ったら、この足の幅。あ、そうなんだ。これ後で説明、まあ、はいはい、まあ、後で説明してもらいます、はい。あ、アドレスの足の幅が自分の中で一番大事にしてるんだ。1メーターでも10メーターでも同じように構えられるように意識してます。そういうこと、はい、アドレス、はい。で2番目が、2番目が距離感ですかね。距離感ね、はい、はいはい。3番目で、ライン読み、ライン読みですね、はいはいはい。まあ、この辺は皆さん多分一緒かなと思いますけど、はい、じゃあ、 まあ早速その1番2番3番の、ね、まあ、3番目からね、一つ一つちょっと解説していただいて。はい、わかりました、はい、お願いします。正直さ、 10m ぐらいのライン読みと、まあ、2,3m って、うん、僕の中では 2,3m の方がなんか大事な気がする。はいはいはい、はい、うん、なんか 10m ってある程度アバウトじゃん。まあそうですね、 1m ぐらいによればいいなって、そこまで完璧にやる必要ないし、はいはい、ただこの 2,3m ぐらいがカップ1個なのかボール1個なのかで入る入んない決まるから、そのライン読みお願いします。ライン読みで大事なのは、はい、まず高低差。高低差ね、はい、で僕は必ず今これこういうラインで、うん、フックラインなんですけど、はい、低い方から見るように心がけてます。あ、今こっちがフックラインだから、こっちが高くて、 こう低くなってるね。なるべく、まあ、全体的な傾斜見て低い方からこう見るようには心がけてます。低い方がラインが見やすいの、高低差が。 僕はそういう気がしますね、はいはいはい。で、まあ、それなりに一周して、僕あんまりなんか向こうから読んだのとこっちから読んだのどっちが大事かって、まあ、同じぐらいですね。よくこっちの、あ、同じなんだ。こっちから読んだ人、ね、を重視する人と向こうから読んだのを重視する人と、僕は、まあ、もう本当にこういうのとかも、もう試合とかでも、あ、フックだねぐらいの感じです。あ、そうなんだ、はい。もしさ、それさ、行きと帰り、あの、こっちから読んだ時とさ、反対から読んだ時がさ、意見が割れた場合どうすんの？そこは、これから行きます。よくあるじゃん、はい、あ、すいません、早とちりしちゃいました。早いから、すいません、すいません、早いから、すいません。僕はどっちかっていうと、ラインに対してこう、こういう風に立つよりは、僕はこういう風に実際に打つ目線で、あ、そうなんだ、はいはいはい、考えたいので、まあ、こういう風にだいたい 1m から 3m ワンピンぐらいまでは打つところとカップのだいたい2箇所ぐらい。あ、2箇所ね、はい、はい。でこれが長くなってくると3分割ぐらいして、うん、フックまっすぐフックかなみたいな、こう。あ、じゃああんまりあの最近流行りのその足の裏で傾斜を見たりっていうのはそんなに、あの、こういうのはちょっと僕苦手なので、うん、まあ、こっちの方向じゃなくて、はい、こういう風に見て、あ、フックだな、はいはい、本当進行方向に対して普通にアドレスする感じでね、はい、っていう感じで見ていきます。はいはいはい。でこれだと全体的にほぼほぼずっと同じ傾斜なので、うん、今カップ周りで今ライン読んでるじゃん、はい、でボールの、ま、手前この辺でライン読むときがやっぱりちょっと違う時もあるわけじゃん。ありますあります、うん、そういう時っていうのはその配分っていうの、配分は、これね僕の考えなんですけど、うん、上りはインパクトが多少上りなのでしっかり打つじゃないですか、うん、なのでこの辺ってあんまりそこまで影響ないのかなっていうふうに。頭が強いからね、はい、で最後カップにかけて弱くなってくるのでカップの方が少し曲がるのかなっていう、うんうん、あ、じゃああの当たり前のこと聞くけど、はい、打ち出したところの球って、まあ、一応勢いが強いじゃん、はいはい、カップ周りが最後トロトロってなるじゃん。球が弱い方がよく切れるわけでしょ。そうです。で上りと下りだったらどっちが多く切れるの？切れるのは下りですよね。下りですよね、はい、うん、もちろん下りもカップの近くに行くときには、うん、ボールはね弱くなってくるじゃないですか、うん、だけど下りもやっぱり下りって上りよりは最初こう柔らかく打つじゃないですか、うんうん、出球のスピードが上りと下りで違うんで、ね、はいはいはい、下りの時はやっぱ三雲さん今言った通り、うん、よりこの辺を大事最初がそうです、はい、最初は結構影響するわけだよね、はい、傾斜が来ててもさ最初打った瞬間下りも弱いから結構持ってかれるもんね、はい、なんで今、まあ、これちょうど今中途半端のとこ来ちゃいましたけど、うん、これ例えばこっち来たら上りなんで、うん、この辺、まあ、フックフックで、まあ、このカップのとこがちょっと強いかなって感じなんで、うん、上りのフックだよね今フック、はい。そうするとまあこの辺もフックですけどこの辺に比べたらあんまり気にせず打つ感じで、これが逆にこっちに来た時に、はいはいはい、これちょっと下りのフックだね。
フックになるときに、うん、まあこの辺やっぱり、はいはい、イメージとしては球の強さがね、はい、最初が弱いから弱いのでこの辺のも影響すると影響するかなっていうふうに考えます、ね、はいはい、その考えは確かに俺そんなに考えてなかったけど、すごいね。これ今さ、ボールからカップまでほとんど、まあ、そう何傾斜の強さがずっと一緒じゃん、はいはい、でもさ最初さボールとカップの真ん中までの傾斜と真ん中から先までの傾斜で、はいはいはい、傾斜の強さは一緒だけど曲がり幅は違うよね。違います。そうだよね。はいはいはい、勉強になります、勉強になります。あとはそのね、はい、ワンカップとかボール1個とかその辺はまあ雰囲気、雰囲気って言ったら失礼ですけど、でもそれはまあ経験数とね、あれでね、そこにやっぱさっき、はい、その次の2番目の距離感とかがかかってますよね。あ、そういうことね、はい、じゃあまあ3つ目に大事なそのライン読み、はい、ということで、じゃあこのカップだったら実際にちょっと一発、まあ試合のルーティーンでね、ね、はい、さて正しいのかそれが。あ、結構曲がりますねこれ。そこね、カップ1個2個弱ぐらい、2個弱、はい、おですかね。はい、打ちますね。はい、はい、あもう一回打っていいですか。ライン読み合ってましたけど届かないということで、次に大切な距離感ですね。いきます、はい、お願いします。距離感で、距離感どうやって自分の中で養っているのか、かもしくは自分が距離感をその出すためにいい練習方法なんか一つあったら。それはね、さっき の 1,2,3 の1位のスタンスにつながってきちゃうんですけど、うん、僕はねずっとパターで聞かれたら振り幅を自分は指標を作るっていうのをずっと多分何回か YouTube でも話しさせてもらってて、うんうん、じゃあまず距離感だけで言うと、はい、これで言うとフラット目、まあ、上り下り、うん、で上りの場合はよくカップがあって、うん、上りだからこの辺に仮想のカップを作るとかって言う人もいるんですけど、うん、それは僕あんまり、合わない、ラインのイメージが分かんなくなっちゃって、はいはいはい、上りは基本的に、ね、それに対してしっかり打つぐらいの感覚でいいと思うんですよ、うんうんうん、その自分のこれがあるとしたら、うん、それに対して上ってるからしっかり打とう、うん、で逆に下りは手前に仮想のカップを作るのはいいと思ってるんですよ。手前は、はいはいはい、下りは例えばこれだったら、はい、こう構えて、まあ、下りのフック、うん、ってなった時に僕だともう今ここに今そこに仮想カップが、仮想のカップがあって、はい、ここまで打ってでこのカップを通り過ぎた惰性で入っていく感じ、あ、まあ、はいはいはい、で入らなくてもこの辺で止まるっていうイメージ、うん、下りの場合はなんかこの仮想のカップを手前に作ってあげて、でなんでかっていうとそっちの方が小さい動きでヒットできる気がするんですよ。はいはいはいいや深いねこれ。これ分かる人いるかな。あのね下りは下りでも当てただけの打ち方って距離感合わないからね。その要は下りだからって言って、すごい深い、これめっちゃいいこと言ってる。こういう風にやっちゃうと距離感って合わなくて、でも手前に例えば、まあ、これ今 2m ぐらいですけど、うん、この 1m ぐらいのところに作ってあげることで、うん、1m をカツって打つっていうのが、そうね、それすげえ大事、いいのかな。いや本当それ勉強になりました。本当初めて勉強になったかもしれない。ありがとう。だから例えばさ 3m の下りのパットを、はいはいはい、下りだから 3m より弱めって思って打つと緩んで打つよね。そうそうそう。でも 3m だけど 2m の強さで打つって思ったら 2m をちゃんと打てるんだよ。打てるからそっちの方があのボールのその出玉もしっかり出てくれるので、この辺の傾斜とかに負けにくいのかなっていう。あとそのね、ラインのその何ボールが曲がり始めるブレイクポイントとかもしっかり操れる、はい、作りやすいかな。ああそれはいいこと聞きました、確かに。じゃあまあ一回ちょっとあれですね、下りだけどこの辺から、じゃあまあこれね下りじゃないんだよ、そんなに下ってないけど、下ってないけど、はい、とりあえずね、なんかじゃああれですか、仮想のとこに置きます、まあ、イメージ、自分の中でイメージを。 3.5 ぐらいですか。 3.5、 はい、まあ一応でもちょっとこれ重たいからね、はいはい、うん、ここに今 T を1本刺しましたけど、ここまでのカップに打つって感じなんだ。はい、であとは惰性で入ってくれるか、はい、寄ってくれるかなっていうところで、はい、お
さい、ちょっとスライスなんで、はい、ちょっともうちょっとこっち行っていいですか。はい、よいよ。当たっちゃうかもしれない、はい、はい。ちょっとスライスだと思います。カップまで5ヤードの下りで、5ヤードの下りと思って打つんじゃなくて、5ヤードの手前 3.5 ヤードぐらいのところにここにね、ティーが刺したんで、この 3.5 ヤードのティーのところまでしっかり打つみたいな感じですね、はい、そうですね、はい、ちょっとやってみます。お願いします。さあ、あとは惰性で行くかと思ったけど、ちょっとまたショートです。またショートです。はい。まあライン読み合ってましたね。合ってましたね、はい。距離感ですね。はい。ありがとうございます。はい、ということで最後の一つ、はい、アドレス。これは変わってるね。僕はそのパターに対して振り幅っていうのを作りたい人なんで、うん、パターの振り幅ね、はい。振り幅を作るのに、はい、いきますね。とりあえず、はい、今このあれがあるんですけど、うん、このボールの位置。真ん中より多分1個ぐらい左から、ちょっと左目ね、左目、はい、でこのスタンスの幅、足の幅っていうのを、はい、1メーターのパットでも10メーターのパットでも同じように構えるように一緒なんだ、意識してます。へえ、それはすごい。っていうのは僕とはまた全然違う、はい、でまあ1メーターから3メーターぐらいのは、まあ、振り幅、まあ、本当感性なんですけど、はい、7メーター以上ぐらいになると僕は指標があるので、うん、その指標をこの足の、例えばこの外側とかクラブ1個、ヘッド1個分外とか、はい、そういうのを、あ、じゃあ例えば5ヤード以上で5ヤードが、例えば、まあ、今の速さだと、はい、多分5ヤードはここぐらいです、はい、でフォロースルーのちなみに大きさっていうのを見たりするの。フォロースルーは、僕あんま考えないですね。これに対してクラブが勝手に出たところで止めます、はい、あ、そうなんだ。だからまあ、実際にもう打っちゃってもいいけど、はい、まあ、カップ関係なしに、関係なしでいいですか、はい、はい、それがまあ5ヤードぐらいな感じ、はい、はい、でじゃあイメージ7ヤードぐらいっていうのがテイクバックだったら大体、大体、本当にもうこれは自分にしか分かんないんですけど、 もちろんはいはいはい、これが7ぐらいです、はい、でいくつぐらいまであるの。これが4つあります。4つある、はい、はい、で今5ヤード7ヤードで次11ぐらいかな。11 これで あれですよ、そのグリーンによって変わるので、あ、毎回ね、はい、はいはいはい、それは何、瞬時にそんなすぐ作り上げられるの。はい、へえ、すごいすごい、そんな自信満々の、はいはい、11、次、あ、今のイメージ11っていうのはどこまで上げたイメージなの。これぐらい、ああ、はいはいはい、はい、が11ね。まあ本当5も7も11もわずかだけどね、本当に。すいません、ありがとうございます、ね、で最後、最後、まあ4つ目、はい、がまあ大体16ぐらいかな。16、はい、はいはいはい、で今どこまで上げたつもり。はいはいはい、あ、大体でもね合ってると思う。へえ、あ、その振り幅で距離感を決めてんだ。なのでこれがこうとかこうなっちゃうと僕はずれちゃうので、うんうん、アドレスをとにかく毎回同じこのスタンス幅、ボールの位置で構えられるようにはすごい考えてます。いや、なんか僕だったらだけど、ショートパットってやっぱりちょっと下半身どっしりしたくて、はい、あの要は風とかもあるからさ、ちょっとアドレスを開いてしまう。あ、なるほど。でロングパットってなったら、はいはいはい、次アドレスを開きすぎると全体高さが下がるじゃん、はいはい、そうすると低くなると距離感が見にくいんだよね。だからちょっとアドレスを狭めにした方が高い位置から見れて距離感が分かりやすい。あ、こう見た方が分かりやすい。そうそうそう、こうよりもそう、十何メートルなのにさ、すごいさ低くしてみたらさ見にくいじゃん、はい、うん、っていうので、だから俺はアドレスの幅は結構変わったりする。変わるんですよ、うん、でやっぱり速いグリーンの方が、あのアドレスを開いた方がヘッドが動きにくくなるから、要は体で動かさないといけないってことですか。極端な話、自分で何ヤードって決めずに、はい、ナチュラルに一回打たなくていいから、普通にパターでさ、靴一足分でちょっと素振りしてみて、ここで、うん、このあれで、うん、これって人の体で一番何動きやすいんだよね、体を動かしやすい、はあはあ、だから逆に言えばこう手も動きやすい、ヘッドも動かしやすい。でこれ、はいはい、極端にすっげー大股で開いて、もっともっと全然全然、はい、それで素振りしてみて、
そうした方が同じ感覚で素振りしてもヘッドって動きづらいんだよね。はいはいはい、うん、要は下半身がロックされてるから。そうするとさっきのミキヤの言ったさ、3メートルのパットを3メートルの弱めで打つんじゃなくて2メートルしっかりとかのと似てて、5メートルは5メートルでもしっかりめに打てるんだよね。やっぱりね、グリーンで速いと思ってゴルフしてたら入んないんだよね。はい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 、はい、うん、自分の中でちゃんとこのグリーンが程よい速さって思ってやんないとパッティング入んないなと思うんだけど、うん、でもまあだからごめんなさい脱線しました。でも例えばじゃあさ、今じゃあこのイグリーンで、まあ、ミキヤが5ヤード7ヤード11ヤード16ヤードぐらいって言ったじゃん。ではいじゃあコースに出ます、13ヤード来ましたってなったらどうするの。これさっきの理論に基づくと、うん、11をしっかり打つんですよ。ああそうなんだ。これやりますよ。え、16と11の間っていう、そうそうそう、間で、うん、まあ間が12、13、14、15じゃないですか、うんうん、これはまあ、上り下りにももちろんよるんですけど、ああ普通のまあフラットで考えた時は弱めでもしっかり打つ、うん、ああそうなのね。小さい指標でしっかり打つ、ああはいはい、まあ、もちろんこれは感覚だから、これがいやこんなんなってないじゃないかじゃないけど、はい、じゃあさ若干さ、もちろん振り幅であったじゃん。例えばじゃあ5で7、はいはい、11、まあ、16ってあったじゃん、はい、で13は11と16の間じゃん、うん、11の長さテイクバックで、はい、しっかり目に打つんだ。そうです。ということは要はテイクバック上げてからフォローまでの加速具合も厳密で言えばちょっと違うの。違うと思います。で自分の中でも違うので。あ、そうなんだ。へえ。だから相当変わってます。難しいね。へえ。でもまあそれがもちろんミキヤの距離感の合わせ方、それが、まあ、アドレスでね、はいはい、だから距離感を合わせるにはもちろんさっきの距離感のあったけど、このアドレスが常に一緒であることが僕の中ではそこにつながるので一番大事、はい、だから、まあ、2番目に大事なことと1番目に大事なことが似てるような感じだけど、そういうあれなんですね。なので同じに構えるのにしてます。おー、はい、すごい。でも確かに風強い日、例えば 今ぐらい吹くと構えててもグラグラするなって感じる時はあるんですよ、はいはいはい、こうおーって。だから確かに今三久さんがおっしゃったようにちょっとどっしりめに構えるっていうのは、うん、ありかもなって今ちょっと今振り返ってみたら、はい、ということで、アクスミキヤプロから、教わったパターの大事なこと3つですね。一番大事なのがアドレス、はい、2番目が距離感、3番目がライン読み、はいはい、勉強になりました。ありがとうございました。ニコさんのも勉強になりました。ということで今年は東京ホームメイトから開幕しますけど、はい、目標はもちろん優勝したいですけど、はい、賞金ランキング20位以内。おー、はい、20位以内ね。ちょっと自身ベストのね、はい、今までベストが27位。20いけるね、はい、20いくにはでも開幕戦からね、前半戦からねやっていかなきゃ、はい、はい、ということでじゃあ皆さん今年もよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。勉強になったけど参考にはしないけど。いいよ別に。難しいね。でも自分の中で感あるんだね。いや全然批判じゃないよ。俺のパッティングいろいろ悩んでるじゃん。5ヤード、7ヤード、11ヤードとかやってると、はいはいはい、なんか自分で構えるじゃん。 目で追っちゃいそうで、なんか要はさ5ヤードって思ってあげるけども見てないわけでしょ、はいはいはい、16ヤードはこれくらいって言うけどボールを見てるわけでしょ、はいはいはい、なんか俺16ヤード変なとこ几帳面だからさ、11ヤードって思った時にこう目で追っちゃいそうで、でやっぱそれずれますよね。そうそうそう、うん、やっぱりパッティング苦手な人って結構目線ずれ動くんだよ。それもあるかもしれない、はい、確かに。ヘッドの大きさを去年1試合だけ僕 L 字使ったんですよ。ヘッドの大きさ変わっただけで距離感全く変わらなくなっちゃって、うん、確かにね、あれあれみたいな。だってミキヤはさここがさミキヤの何要は その、ね、あれになってるからさ、じゃあここまでっていう時に後ろが長かったらあれ後ろの部分がここまでなのか前の部分がここまでなのかとかね。基本全部オーバー。確かにね、全部オーバー。どこまで上げるっていうけどここで合わせるのかここで合わせるのかね。確かにそれはあるから、だから変に残像が残らないピンパターがいいのかな。ピンパターがいいっていうのもあるんですかね。 あんまりさパター変えないよね。もうこれかれこれもう10年以上使ってます、ね、マジで、はい、へえ。そのパターをだから変えたくないっていうのもその自分の座標があるからですかね。まあちょっとこだわりすぎなのかもしれないですけど、でも例えばさこれがさ白いヘッドになるだけでも違うかも、ね、ああかもしれないですね。自分の中でこれくらい上げてると思うのがさ白と黒ではさ違うし、それは間違いないです、ね、じゃあもうこれなんだ。
高校2年生から使ってます、はい、すごい浮気だし、ちょっと浮気した、あ、そうそっか LG ね、何試合かした、はい、ありがとうございます。